ホンダ CB125T、CB125T、CB122、15T はかつてホンダ技研工業が製造販売したオートバイである。1964年発売、ベンリースーパースポーツ CB92 から引き続く CB シリーズの排気量 125cc クラスモデルで、 CB92 同様の内径 X 工程イコール 44.0X41.0mm から排気量 124cc の空冷4ストローク、再シー並列に気筒180度クランクエンジンを搭載する。当初の正式車名はベンリー CB1251977 年モデルから、ベンリー CB125T1982 年モデルから、 便利のペットネームが消滅した。何度かのマイナーチェンジを繰り返し継続販売がされたが2003年の加速騒音規制強化にエンジン構造から対応することができず日本国内仕様の製造販売は終了した。1975年の運転免許制度改正により当初は自動二輪免許小型限定1997年以降は 普通自動二輪免許小型限定教習車仕様も製造販売され多くの自動車教習所で使用された。2015年現在で生産終了から10年以上が経過している上に部品の一部生配も発生しているが一時期小型自動二輪免許教習の代替となる車両が全く存在しなかった時期もあったことから引き続き使用されているケースも多かった。しかし、 同年11月27日に、中華人民共和国関東省公衆市の現地、法人五羊から、ホンタナビ北区有限公衆、ウーチョネ・ホンダ・モーターズ・ CEO ・リミテッドが製造し、ヨーロッパなどで販売する CB125 回をベースとした教習車仕様を、ホンダ技研工業が輸入事業者となり、同年12月11日から発売することが発表された。 本モデルと基本コンポーネンツを共用する車種について解説する。なお CL シリーズは、ホンダ CL も参照のこと。なお、CD125 ベースにアメリカンタイプとした CM125T が製造を販売された。1966年6月発売、センターアップマフラーやブロックタイプタイヤへ換装を行い、オモーフロード療養とした。 スクランブラータイプである。エンジンも中低速向きにチューンし直した上に、セルモーターを廃し、トランスミッションも4速となる。1968年7月27日発表、同年8月1日発売で、マイナーチェンジを実施。競合他社のモデルが、オフ性能をより強化した、デュアルパーパスタイプにシフトしたことから、性能に見劣りがするようになり、 CB90 の単気筒エンジンをベースとした新設計の CL125S が生産されるが1973年までに後継モデルの SL シリーズへ移行する形で生産中止。1970年9月25日発表、同月27日発売。CB125K1 のエンジンをベースに内径を2 0ト、mm、ル拡大し4 6 0ト、mm、ルとし、 排気量を 136cc までアップさせて、高速道路走行が可能となる、普通自動二輪車、軽ニットしたモデル。最高出力は 15PS、11000rpm、CL は 14PS、1000rpm と、ほとんど変わらず、他の基本コンポーネンツも共用しているために、識別点はサイドカバーの排気量を示す、エンブレム度である。 1973年までに生産中止となった。1964年10月発売。CB93 のエンジンをベースに内径を 6.0mm、拡大し 50.0mm とし、排気量を 161cc までアップさせた、便利 CB95 スーパースポーツのモデルンジ車。最高出力 16.5PS、1万 RPM。 最大トルク 1.24kgm8500rpm 日本国内での販売は1965年で打ち切られたが海外輸出はスクランブラータイプの姉妹車となる CL160 と共に後述する CB75 へモデルチェンジするまで継続した CBCL は1970年2月6日発表同月7日発売上述した CB160 のエンジン内径をさらに 2.0mm 拡大し 52.0mm とし、排気量を 174cc までアップさせたモデルであるが、こちらは便利のペットネームもなく、上述する CB160 のモデルチェンジという意味合いも含まれている。最高出力は 20PS1 万 rpm、CL は 19PS1 万 rpm と、 大幅に強化されており、対応のためにフレームの強化などを含めて車両重量も 112kg から 135kg に増加した。なお CB は1971年7月5日発表、同月6日発売で安全装備充実化並びに騒音低減に対応するマイナーチェンジを実施。さらに海外向け輸出仕様では CBCL と同時発売されていた デュアルパーパスモデルの SL175 も日本国向け仕様が便利 SL175 の社名で1970年6月5日発表発売された。このほか姉妹車で360度クランクを採用し輸出仕様のみ生産されたは1979年まで製造されたが CBCL は1973年に CB200CL200A モデルチェンジ ベンリー SL はハイモデルとなった。1973年発売の輸出専用モデル。本モデルのエンジン内径を 11.5mm、拡大し 55.5mm とし、排気量を 198cc までアップさせた CB175 のモデルチェンジ車。1979年に生産中止。姉妹車として、 CL200 が1974年のみ生産された。本来スポーツモデルであるため基本的に上位クラス車種とデザインの類似性を有する。この傾向は単気筒エンジンを搭載する CB125JX の1975年モデルもドリーム、CB400 方に類似したデザインだったことにも波及し、本社が上位機種となったことから顕著となったが、 1980年モデルでは CB125JX も CB125T に類似したデザインに移行した。1980年代前半までは市販車両を改造して参加するプロダクションレースではほぼ本モデルのワンメイクレースとなる状況であったが2ストロークエンジン搭載車の対等によりレースイラはほぼ駆逐された以後はスポーツモデルとしてよりも 通勤などのビジネス用途も要求された。そのためその後のモデルチェンジでは、リアキャリアが標準装備になった時期が存在す。対北米、ヨーロッパを中心に CB92CB125S の他排気量を拡大したモデルチェンジ車も含めた数輸出販売された。また1982年モデル以降のプロリンクサスペンション搭載車は、 CB125 スパードリームの社名で、イギリスやフランスなどで販売。1990年代以降はシンガポールをはじめと、するアジア諸国にも輸出された。日本国内モデル生産終了後は中華、人民共和国で、現地法人のカリオホンダが引き続き生産を行っていたが、2005年に製造を終了した。 また1998年から2000年にかけて販売店チェーンレッドバロンがヨーロッパ使用者を大量に逆輸入販売した記録がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。